皆さんこんにちは。なるほど店です、今日もアクダラットRで遊んでいきます、と言いましてももう闘技場とかですね、全部終わってるんですけど、ハンターズギルドで、今回ですね、ハンターランクアップですね。まだ私レベル1ですので、ちょっと一瞬焦りましたね。必要 HP ですか？足りますね。そんなのがいるんですね。なるほどですね。私てっきりハンターランク上げるの試験がなんかあるかと思ってました。ないんですね。ランクアップ条件達すれば、なんだ今みたいに簡単に上がるんですね。ちょっと今頑張ってタイトルずっと考えてたの、ハンターランクアップ頑張るとみたいなですね。まさかのですね。いや、お恥ずかしいですね。何も知らないで。ちょっとここ5個ですね。じゃあ今回ですね、こちらの仕事をこなしていきたいと思います。ハンターランク 3まで上げたいですよね。でもなんかもらえますね。アクセサリーだ、赤い宝石。マシンガン。なんか武器っていっぱい種類ありますけど、なんかそんなにいるのかなっていう感じはしますよね。で、今回ですね、さらにですね、さらにですね、クエスト発生しません。クエストじゃないですね。戦闘発生しないですね。戦闘でですね、ちょっとフレンドのティナさんのですね、サニアちゃんをですね、使ってみたいと思います。やはりサニアちゃん最近出たばっかりですので、皆さんですね、どんなスキル持ってるかですね、私全く謎ですので、ガチャ運がなさすぎてですね、もう、サニアちゃんとかナオちゃんとかエルク君とかですね、もう三つ星で構わないんですけど、それすら出てくれないという。さ、でも結構キャラクター増えましたからね。ジュリースさんとかも出ましたんで、あとチョンガラ先生ですね。ですので、ちょっと今の間にちょっと少しだけ音量上げておきますけど、多分音は出た。なぜ BGM はないと。来ましたね。いけますね。サニアちゃん。ティナさんレベル40なんだけど、もう末恐ろしいですね。誰を、紫だったらコンラートくんですかね。けど、シャンテちゃん変えましょうか。能力値に合わせてレベル変わるみたいですので、私たちのパーティーレベルですか、何になるんでしょうね。27ぐらいですかね。頑張ってレベルも上げてますからね。この辺のモンスターは、なんか私今、青鬼オンラインやってるんですけど、なんか緑鬼に見えますね。かなり囲まれたって言って、ヒャーって言いながらですね、逃げ惑うっていうですね。青鬼オンライン面白いので、ぜひですね、動画見てみてください。第1弾が一番面白いですかね。何も知らずにやるのがやっぱり楽しいですね。怖いものもずっとやってくると慣れてはきますけど、それでも私ホラー苦手ですからね。ちょっと真ん中に、あれ？いました。焦りましたね。今サニアちゃんどこにいるんだろうと思いました。オートスキル、範囲内の敵の攻撃力を 35% 低下する。コンラート君よりちょっと、ちょっと今私は見落としました。昨日 35%。敵の攻撃力なんですね。勘違いしました。ジュリエスちゃんと勘違いしました。すごいですね。範囲内の敵に、すごい。ちょっとぜひ使ってみたいですね。サニアちゃん見るの初めてでしたね。さっきあれだけ初めてって言っときながら、何のスキルかも分かんなかったですね。ということは、まず MP を貯めないといけないですよね。なんか全部、両方とも見たいですよね、せっかくですから。でも攻撃力ダウンさせるのって言ったら、ナオちゃんでしたっけ？
2つ刀を持った左と右にですね、まあ、さすがに2つ持ったって言って右と口に刀を持ったとか言いませんからね、ゾロじゃないので。いやー、三刀流でもいいですけどね。多分私が口にくわえても多分敵に当たった瞬間口から刀がうわーって離れていってしまうと思うんですよね。多分切れないと思いますね。まあ普通他の方々も切れないでしょうけど、ものすごい顎の力と歯の力でくわえてたら切れるんですかね。それだったらまだ足に持った方がいいですよね。お、なんか使ってみますか。敵単体に75%のダメージ与え。沈黙と毒。これ1マスってことですよね。ではやってみたいと思います。なんか範囲がすごい縦長ですね。さあ。あっさりしますね。なんか。すごいですね。今トランプ投げませんでした。気のせいですか？いや、ちょっと今の動画見直して何を投げたか気になりますね。まあ皆さんぜひコメントで何を投げたかですね。何を投げたに見えたのか、ぜひください。まあ私はトランプです。まあ、多分ジョーカーはまだ入ってないはずですね。ここですか？ちょっと無意味にヘロヘロラッパを使ってみましょう。なんかあれですね、音声が出ないと寂しいですね。まあ、BGM もそうですけど、最初の方は出てましたけど、なんかショーを進むとなんか出ませんねでティナさんも言ってましたので、まだ追いついてないんでしょうかね。音楽が。いや、そんなことはないでしょうけど。まあ、モンスター強くないので、まあ、結構戦闘暇ですね。戦闘自分でやってるんですけど。いや、最近ですね、眠たくて眠たくて。いや、十分睡眠は取れてるはずなんですけど、夜の12時半ぐらい寝て、朝の7時50分ぐらいですか。なんかもうほぼ 学生みたいな生活ですけど。私仕事が別に、あれなんですね、早く始まらないので、まあ、早く始まらないって言っても、まあ普通、ちょっと遅くもないですもんね。9時ぐらいに始まりますので、まあ、8時前に起きても十分間に合うということで、まあ、結構ゲームをですね、夜中まで12時過ぎまでやってますと、やっぱ次の日はもうお眠ですね。まあ、大体私が喋ってない時はもうすでに眠たいってことですからね。まあ、そういえば、アークザラットアールで昨日ちょっとした事件を起こしてしまいまして、まあ、多分次の動画がその動画になると思うんで、もう一回言うと思いますけど、まあ、昨日ですね、その眠たいで思い出しましたけど、アークザラットアール一本動画撮ったんですけど、まあ、その動画がですね、なんとですね、あれなんですね、やっと貯めた進化ですか？星3のリーザちゃんを星4にしようっていうですね、いう動画を撮るために頑張って、1日か、まあ、2日弱ぐらいかけて、進化の素材ですか？魔法瓶みたいなの。なんかたくさん集めたんですね。で、いざ、リーザちゃんを3から4にしたんですね。で、まあ、ガチャも引いて、普通のノーマルガチャ券を使ったら、なんと扉が金色に光って星4のキャラクターが出てくるという大事件まで起こったんですけど、
なんとですね、私、その動画撮った後に、あまりにも眠たくて寝ぼけてて、その動画知らずに消しちゃったんですね。わあ、ちょっと本当にもうショックで、朝起きた時に、あれ、動画がないなと思って、載せたいのになと思って探してたら、どこにもなくてですね、そういえばなんか昨日、寝る前にちょっと消したなって いうのを思い出して、もう大事件でしたね。ですので皆さん、絶対にですね、もう眠たい時にアークザラットアロはしちゃダメですね まあ他のゲームもそうだと思いますけど、まあ、眠たい時はもうすぐ寝て、朝早く起きて、アークザラットで遊ぶっていうのが多分いいと思います。まあ、ということでですね、そんなこんな言ってる間に、シャッフルショットが来ました。じゃあ行きます。確かですね、ティナさん情報ですと、アニメーションあるらしいので、安心して見たいと思います。お、準備中ですか。大技の前の準備中という。おお。やっぱりカードじゃないですか。もう私のトランプではなかったけど。サニエちゃん、カード使いなんですね。おお、まあ、これ範囲攻撃でこのダメージいいですね。わあ、強い。サニエちゃん、今見ましたけど、レベル27でしたね。ちゃんと私の予想通り28前後でしたね。よかったです。ああ、いいな。サニエちゃん欲しいですね、やっぱり。で、進化もさせたいですね。結構星4は皆さん結構星3か星4いけますので、1日ちょっとあれば頑張れば、魔法瓶ですか、貯められますので、まあ、ぜひですね、星4持ってないっていうガチャ運がない私みたいな人にはもうすぐ進化の素材を集めに行ってほしいと思います。まあ、なんとかですね、今回クエストもクリアできました。ハンターランクあともう1回やってたら多分10個たまるんですかね、さっきの星みたいなのが。まあ、ですので、ハンターランク3にも頑張ってしていきたいと思います。でしたら、今回の動画は以上になります。よろしければですね、グッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いいたします。まあ、次は、お約束通り進化させます。で、もうリーザちゃんはもう星4になっちゃいましたんで、まあそれも含めまして、なんかどうにかして星3に戻せないかなとかですね 思ったりもするんですけど、まあ次は多分、ホムラちゃんですね。今頑張って貯めてますので、ホムラちゃんの進化動画をぜひですね、ご覧ください。おお、いきなり音が出てびっくりしますね。それではですね、また次の動画でお会いしましょう。